よろしくお願いします。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 やれることの幅が広がるっていうのが一番大きいんじゃないかなって。自分で自分の機嫌を取れるようになることだと思います。大人だからこうしなきゃいけないとか普段全く感じずに生活はしています。守るものが増えた人、自由になっていくはずなのに動きがしにくくなるみたいな、大人になったんだなっていう風に感じた時っていうのが大人になるっていうことなんじゃないかなと思います。何かしなきゃいけないからやるっていうよりかは、こういうことをもっとやってみたいとか、そういう内面から出てくるやってみたいをそのまま行動に移せるのが一番いい形なのかなと思っています。なんか特に何もしなくていいんじゃないかなって思っていて、だんだんなんか年を取っていくにつれてなんか周りの環境とかもたくさん変わってくると思うので、何かをしなければいけないわけではないんですけど、でもちょっとでもそのやる方の気持ちがあるのであれば、やらなきゃいけないのかなと思った活動について少し調べてみるとかいいと思います。これが成長につながる活動だとか、これは大変だとか、そういう実態はわからないと思うんですけど、とりあえず何でもやってみる、やってみてから判断するっていう心持ちが一番大事だと思います。一回なんかチャレンジしてみたらそれが楽しくて、どん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 いろんなこともやってみたいって思うようになったので、なんか怖がるよりも先に一回やってみるっていうのが一番大切だと思います。